これは大学、萌芽大学、ここは全部どこの基地なんですか、萌芽大学の基地なんですか、ここ仲間、全部こちらは、ここは道路、はい、ここは何、萌芽大学、よーわからんな、案内板、案内板見当たらんね、これ案内板ちゃうな、あらへんな、駅溶接展示6月30日まで、これね、これどこから入るんだろうね、オフィシーレッスンこっちから入るんだよな、これも大学かね、すごい建物建ってるじゃん、今年は奈良は全然セミが鳴いてなかったな、今大阪に来たんでセミが鳴いてんねんけど、去年なんかもう5月ぐらい鳴いてたんでね、あれおかしかったな去年はね、バーベキュー禁止ですか、ほら公園でございます、今誰もいないんだね、誰一人もいないんかね、10時前中のにね、この辺にあれはおまへんか、古墳はおまへんか、渋いか、関係ないか、これも関係ないね、この丘陵はもう間違いなく古墳がね、あれそんな雰囲気がいっぱいするんだけどね、この奥までどうやろう、セミが鳴いてるよ、なんかあれそんな雰囲気やけどないかね、ないか、あの辺はどうや、あの辺は、あの先は、あの先はどうや、いや何にもないのかね、残念でございますね、大きな壺があったんでね、興奮もあるんじゃないかと思ってちょっと歩いてるんだけど、見当てませんか、あらあら、これは何ですのこれは、いやこの階段降りたら上がってくる大変やな、パッと見る100段ぐらい上がってんだこれ、この横あたりなんかなかったかね、いや何にもないの、ここ残念でございましたね、もう今調べたところによると宮の上公園という感じやね、これね、どうとどうなんだろうか、宮の上公園かね、その中に展示場があるんだけどね、ここ行ってみましょうかね、いやちょっと濡れてるね、公園ですわ、公園遊具いっぱいです、これなんだろうね、これちょっとよくわからないよ、これずっとあるんでしょ、これ見ようかな、なんでございましょうか、
国吉とゆかりなところに行く前に来たで落下じゃないやな。これなんだろうね、なんか意味があるのかね、これね、意味ありますかね。これどうも行きに行ってしまったら、ここに行ったらね、ほらすごいなこんだね。もうこういうのがこれはこっちで言うわ、すごいなこの。あ、ここ見えんか。ここ行けるわよ、行け。さっき降りたのどこやったかね。さっき降りてないよな、こっちまでしかな。そこや。行け。入信の。